ルマランはフランス海軍の大型駆逐艦。ルファンタスク級。艦名は悪意の意。この名を受け継いだ艦としては3代目にあたる。ルマランはラセーヌのメディテラネ造船工業で1931年11月16日に起工。1933年8月17日、進水し、1936年5月1日に就役した。ルマランは就役後、ランドンターブルとルトリオンファンと共に、第8系部隊を編成し、ブレストを拠点とする第2系戦隊に配属された。その後他の駆逐艦で構成された系部隊と同様に、1937年4月12日に、ルマランら第8系部隊はブレストを母港とする第8駆逐隊に改編された。1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、最初の数ヶ月間ルマランら第8駆逐隊は、襲撃部隊の艦艇と共に北大西洋で哨戒活動を行い、10月半ばにはドイツ海軍の装甲艦グラーフシュペイ捜索に参加した。1940年4月23日、ルマランら第8駆逐隊の3隻は高速航行を行いながら、デンマーク海峡で敵艦艇の捜索を実施した。24日午前3時に、ドイツ海軍の哨戒艇2隻を発見して、砲撃を加え、1隻に損傷を負わせた。それからほどなくして、ルマランらは2隻の S ボートから雷撃を受けたが回避に、成功し、逆に一隻を撃沈することに成功した。戦闘後に、第8駆逐隊は、海域から離脱したが、途中で、ルマランのターボベンチレーターに故障が発生する。修理はできたものの、このトラブルにより離脱に、遅れが生じた結果、24日の夜明け後に空襲を受けることになった。幸いにも被害はなく、午後にロサイスのイギリス海軍基地へ帰還できた。フランス降伏後の1940年9月初め、ビシー政府によって第10駆逐隊は第4巡洋艦船隊と共にダカールへ移動を命じられた。そして9月23日、自由フランス軍がイギリス海軍の支援の下でダカールに上陸しようとしたダカール沖海戦に遭遇した。この戦いでは両艦ローダ州がオーストラリア海軍の重巡洋艦オーストラリアの砲撃で格座してしまったが、ルマランとルファンタスクは高速でダカール港を走りながら煙幕を展開して巡洋艦を守った。ルマランは周囲に降り注ぐ砲弾の爆発の衝撃によって蒸気配管から蒸気が漏出し速力が14ノットまで低下した。さらにイギリス海軍の空母アークロイヤルから発進した艦載機による数度の空襲を受けたが被害はなかった。午後4時に損傷は修理された。カサブランカ沖海戦から間もないルマラン。艦中央部にマサチューセッツからの砲弾が命中した大穴が見える。1942年11月16日。1942年11月8日、カサブランカ港の埠頭に停泊して回送中だったルマランは、当地作戦によるアメリカ艦隊との戦闘に巻き込まれた。カサブランカに所在した未成の戦艦ジャンバールとアメリカの戦艦マサチューセッツとの砲戦が始まり、マサチューセッツから放たれた 40.6 センチメートル砲弾のうちの一発が午前9時7分にルマランに命中した。威力は凄まじく、ルマランの艦隊は左舷側に 13.5 度傾斜してドック内に着底し、機関部には大量の浸水が発生した。艦首部は2メートル以上も沈下した。午前10時40分に引き船が傾いたルマランを水平に戻し、損傷の修理が始まった。戦闘終了までにルマランの乗員7名が死亡、7名が負傷した。以降も11月10日までルマランの対空兵装は飛来する米軍の爆撃機に対して発砲を行った。修理中、ルマランの艦内から 40.6 センチメートル砲弾の破片が発見された。乗員たちはその破片に、ラファイエット、ここにありと刻んで記念品にした。当地作戦からほどなくして、アルジェリアのビシーフランス軍が自由フランス軍に加わることになった。そのため、ルマランとルファンタスク、ル・テリブルも自由フランス海軍に所属することとなり、ルファンタスクとル・テリブルは近代化改修のため1943年2月14日にアメリカ合衆国のニューヨークへ到着した。ル・マランはカサブランカ沖海戦で負った損傷の修理で出発が遅れたものの、6月にアメリカへ到着した。アメリカ到着後、ル・マランはマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍工廠で大規模な改修を受け、既存の対空火器はすべて撤去された上で 20mm 単装機銃10機と2番煙突前方に 40mm 連装機銃を2機、3番4番主砲艦に 40mm 4連装機銃を1機搭載した。対戦兵装強化のため、格納式アズディックの装備や後部魚雷発射管を撤去して、爆雷投射機4機が搭載された。また、アメリカ製対空警戒、後方用レーダーが搭載されたことで強度を確保するためマストがラティスマストに更新されている。さらに、無線の強化、艦隊に小自電炉の装着、燃料タンクの容量増加といった改良も行われている。ル・マランの改装は1943年11月17日に完了し、ル・マランら大型駆逐艦は、米英の基準に合わせて艦種が軽巡洋艦に変更された。ル・マランは、姉妹艦に遅れて1944年1月に地中海へ戻り、ルファンタスクとル・テリブルと共に再び3隻で行動した。ル・マランらの艦種が軽巡洋艦に変更されたことを反映し、1944年初めに第10駆逐隊も第10軽巡洋艦隊に改編された。第10軽巡洋艦隊の3隻はイギリス海軍第24駆逐艦戦隊に加わってアドリア海を哨戒し、イタリアとユーゴスラビア間の海上輸送を阻止すべく活動した。この活動はイギリス海軍駆逐艦も行っていたものの、フランス海軍の大型駆逐艦に比べて主に南部で活動していた。ル・マランらは世界最速レベルの遊速を生かしてアドリア海北部にまで進出し、敵の輸送船団を捜索、撃滅すべく夜間に30ノット程度の高速で哨戒を行っていた。3隻の機関は高速を発揮する反面、たびたび故障も引き起こしていたため、対策として2隻を行動状態に置き、残る1隻は整備とするローテーション運用が行われた。1944年2月29日、ル・マランとル・テリブルはマンフレドニアより出撃。同日21時35分、イスト島沖でル・テリブルのレーダーがドイツ船団を捉えた。この船団は貨物船カピタン・ディータリク船と水雷艇 TA36、TA37、苦戦艇 UJ201、UJ205、R ボート、R188、R190、R191 からなっていた。21時44分、ル・テリブルとル・マランは攻撃を開始。ル・テリブルはカピタン・ディータリク船を攻撃し、カピタン・ディータリク船は炎上した。一方、ル・マランは TA37 に対して発砲した。TA37 は大きな被害を受けている。続いて、ル・マランは UJ201 と遭遇し攻撃。火雷した UJ201 は爆沈した。その後、魚雷艇からの雷撃を恐れて、フランス駆逐艦は撤収した。カピタン・ディータリク船は翌日沈没。他にこの海戦では TA36 が軽微な被害を受けている。8月15日、ル・マランら第10軽巡洋艦隊は、南フランスのプロバンス地方への上陸作戦に参加した。ル・マランは砲撃により上陸部隊の戦闘を援護した。12月25日午後5時40分頃、悪天候の中でナポリからトゥーロンへ向かっていたル・マランは、ル・テリブルの左舷に衝突してしまった。両艦は大破し、ル・マランは15メートルにわたって艦首を切断。艦首と共に49名の乗員も失われた。ル・マランの全部防水隔壁は波浪にさらされたが、夜になり、イギリス海軍の引き船とイタリア海軍のコルベットが救援に駆けつけ、彼らに曳航されながら27日朝にはナポリへ帰投を果たした。1945年1月22日には破損した艦首部が整形され、応急修理後の2月26日に、ル・マランはラ・シオタへ向けてナポリを出港した。航海中、前年末に衝突事故が起きた海域に差し掛かった際には、事故で行方不明になった乗員たちの慰霊祭が行われている。2月28日にトゥーロンへ行ったり、3月9日に目的地ラ・シオタへ到着して本格的な修理を行った。この修理では、1942年11月27日のトゥーロンでのフランス艦第一世地震に巻き込まれ、その後放置されていた姉妹艦ランドンターブルから回収された艦首が取り付けられた。修理は終戦後の1945年11月まで費やされた。修理された艦首部の艦内通路、ル・マランの艦体とランドンターブルの艦首の継ぎ目に、掲げられたプレートには次のように記された。ここで、ル・マランは終わり、ランドンターブルが始まるイシフェニール・マリン・イ・コメンス、エル・アンドンターブダ南沖のル・マランと、空母ア・ローマンシュ。1951年10月7日。ル・マランは戦後も活動を続け、1947年11月7日から1948年10月まで大規模改装が行われている。1949年11月1日にル・マランは予備役に置かれた。その後ル・マランは1951年7月1日に1等護衛駆逐艦、ついで1953年に高速護衛艦に再分類され、新たな艦番号 D612 が与えられた。ル・マランは1951年7月1日に再就役した。ル・マランの高速性能は未だ衰えておらず、8月21日には4時間にわたって41ノットで航行する記録を残している。ル・マランは1951年8月にフランス領インドシナへ派遣され、9月24日にサイゴンへ到着。空母アローマンシュの護衛艦として活動した後で1952年6月にトゥーロンへ戻った。1952年8月1日に、ル・マランは、ランベオクで、海軍兵学校の機関科生徒の練習艦となり、武装を撤去の上で、予備役のカテゴリー、A に置かれた。1956年には、ブレストで、予備役のカテゴリー、B へ移され、ル・マランは1964年2月3日に除籍となり、廃棄のため、旧359に改名された。しかし1965年3月に廃棄は延期となり、ロリアンへ曳航され1976年まで防波堤として用いられた。旧359こと、ル・マランは1976年11月16日にスクラップとして売却され、1977年に解体された。ありがとうございます。